はい、こんにちは、なおコーチです。今回は前回出演いただいた、栄養管理士佐藤彩香先生の LINE アット欲張りご飯からスキムミルク入りスイートポテトを作りたいと思います。お願いします。はい、じゃあ早速いきましょう。材料はこちら。バター、さつまいも、砂糖、スキムミルク、牛乳、卵黄。はい、じゃあまず最初にさつまいもの皮を剥いて小さく切って水にさらしてからふんわりラップをしてレンジでチン。目安は600ワットで5分ほどということなんで、まず最初さつまいもの方皮を剥いていきます。はい、じゃあ水にさらし終わったんで次はレンジにチンしていきます。はい、ではこれチンしていきます。600ワットの何分？5分やったかな。あと、はい、じゃあできたんで出してみましょう。こんな感じでということなんで、これをここにバーンと入れて、あ、ちょっと、じゃあこんな感じで移せたんで、このマッシャーちゃんで潰していきます。あのね、取らなあかんの、先失敗した、ええか。砂糖、スキムミルク、今回のポイント、そして牛乳。を入れてマッシャーで潰していきます。はい、ある程度潰せたんで、次このバターと卵黄の半分を入れるんですけど、バターがちょっとまだ固形なんで、ちょっとレンジでチンして溶かします。はい、じゃあバターの方、これ溶けたんで、このバターとバターを全部流し込んで、で先ほどの卵黄を半分ぐらいかな流し入れて、また再びマッシャーで潰していきます。はい、完成しました。第2の工程が終わったんで、次第3の工程、6から8等分して形を形成します。まあ、ここは多分自由でいいと思うんで、早速かたどったものを次オーブンに入れて焼くんで、ここに並べていきます。はい、じゃあできたんで卵黄ちゃんを塗っていきます。OK です。じゃあ焼いていきます。今回はじゃあ150度で焼いていきます。はい、完成しました。じゃあ早速1個いただいてみます。ちょっと熱いんだよ。うん、おいしい。ほんまに何個でも食えるような
感じで、まあ、こんな感じで一口サイズにするのがおすすめです。はい、みんなもね、自粛期間にチャレンジしてみてください。まあポテチとか脂っこいもの食べるんじゃなくて、まあこうやってさつまいもで作ったおやつなんかを食べていただけたらなと思います。これで終わります。ありがとうございました。